久保さん。いやー、命を粗末にするっていいっすね。僕ね、あの、会事の兵藤会長の、この命を粗末にするっていうのがね、好きっすね。めちゃくちゃ好きっすね。うん。だから、ま、あ久保さんの言った目、あの、神髄ですね。あの、長生きすることが目的ではないと。人生のね。<laughs> いや、ほんとね、 いや僕もそう思いますね、そこは。本当に。だから、まあ、目的を、長く生きることを目的にしてるんだったら別にいいと思うんですよ、健康で。ただ、健康でか、健康で長生きしたとしてもですよ、その、僕は人生の濃さだと思うんで、その濃さが薄いんであるならば、長く生きても意味ないのかなっていう。 まあそのぐうたらに俺は生きていきたいんだっていう人はそれとそれが目的ぐうたらに生きるっていうことが目的でそれはそれでいいと思うんですけどまあこれも人それぞれ意思考え方があるのでまあ答えはないですただ長生きしてね100年生きましたで100年でな何も学びがありませんでした 何も成長もありませんでした。ただ、朝起きて、飯食って、寝て、ぐうたらに過ごしていました。100年。この人生って意味があるのかなっていう。ここに意味を見出すのが、僕はすいません、難しいですね。何も考えず、ぼーっと生きる。考えられるのに考えない。歩けるのに歩かない。走れるのには走らない。何もしない。100年生きました。 すみませんここに意味を思い出せない。まあ、そのね、病気であの、なんだ、寝たきりで、そういう状況の人は、それは仕方ないですよ。それは仕方ないです。普通にああの考えられるしいや、使え、だから、おこマン長者合宿で言っている、手持ちのカードはあるのにゲームしないみたいな。手持ちのカードあるのにゲームしないって、もはや人生ゲーム始まってないよねって話で。 それはどうかなと思いますよね。だから手持ちのカードを全部使い切ってゲームを楽しんで、それが人生じゃないですか。それが人生ゲームでだと思いますよ。言ってらっしゃい。